クラブにとって大きな一歩を踏み出したその直後のゲームです。ヘディングシュートチーゴー行って決めた。アディショナルタイムにようやく決めた水戸、コーナーキックからでした。チーゴ選手のヘディングの強さが出ましたね。来日初ゴールということになります。チーゴ、これ相手よりも先に飛んでボールをしっかりと叩いた素晴らしいヘディングシュートでした、いや頭一つ出ていました。コースも素晴らしかったですね。来日初ゴールです。